日高中継局は、北海道猿軍美高町知恵にある、テレビラジオの中継局である。ここでは、道庁内と三岡にある、日高銀霊中継局についても合わせて記述する。放送エリアは、日高町のほぼ全域である。旧日高町域については、NHK、民放の地上デジタルテレビ放送、FM 放送とも室蘭局の放送エリアになっているが、 アナログテレビ放送の頃は、電波電波の都合から札幌局の放送エリアとなっていた。地上デジタルテレビ放送については、両中継局ともに、テレビ北海道を除いて2009年12月に開局した。民放各局については、自力建設が困難とされていたが、国庫補助金なども活用して設備が設けられている。TVH は、 いずれのツボネもデジタル中継局開局後もチャンネルの割り当てがされていなかったが2015年6月29日予備免許が交付され9月28日に開局した。日高銀霊中継局はもともとミニサテライト局だったが最初にあった地区から現在ある地区へ移転する際受信できなくなる地区が出たことから出力を1ワットに増力した。 日高中継局日高銀霊中継局 ABC 地上デジタルテレビジョン放送局の予備免許株式会社テレビ北海道のご中継局総務省北海道総合通信局2015年6月29日閲覧 ABC 北海道内の地上デジタル放送局の開局状況総務省北海道総合通信局2015年9月28日 閲覧日本放送協会総合放送文化研究所放送誌編集室 NHK 年間68日本放送出版協会1968年233ページ AB 北海道放送編北海道放送30年北海道放送1982年743ページ AB 日本民間放送連盟 日本放送年間78広文社1978年556ページ日本放送協会総合放送文化研究所放送誌編集室 NHK 年間74日本放送出版協会1974年382ページ日本放送協会総合放送文化研究所放送誌編集室 NHK 年間78日本放送出版協会1978年333ページありがとうございます。